この話は僕が生まれ育った家のお話です。小さい頃から不思議なことを多く体験しましたが、これもまた不思議な体験でした。大型トラックに乗るようになり、ようやく慣れてきて、結構忙しくしてた頃の話です。その日は週末の金曜日に地元で月曜おろしの荷物を積んで、早めに家に帰り、風呂や夕飯を食べてのんびりテレビを見て寝ました。さて起きようと体を動かそうとしたら、体に重さを感じて動かせない。何か乗ってると思っていると、耳元でかすかな女性の声が聞こえました。はじめはとても怖かったんですが、その声をよく聞いてみると、何か歌っているみたいなんだ。ねえねえ、ころりよ、ころりよ、おやゆいこ、ねんし。かすかに歌が聞こえてきた。皆さんご存知ですよね。その声は子守歌を歌っている。まるで母親が小さい子供にするように、背中をトントンとされました。なぜかその歌を聴いていると、心地よくとても落ち着いてそのまま寝てしまいました。綺麗な優しい声でした。しかしなぜこんなおっさんのところに来て子守歌で寝かしつけてくれたのか、とても不思議です。出るところ間違ったのかな。